人魚。人魚は、水中に生息すると考えられた伝説の生物で、ある。世界各地に、類似の生き物の伝承がある。それらが、すべて同一の種に属するという保証はないが、ここではそれらを総称して、人魚と呼ぶ。水域に住み人と魚の特徴を合わせ持つという、大まかな共通点はあるが、伝承されてきた土地によりその形状や性質は大きく。 異なる。ヨーロッパの人魚は、上半身が人で下半身が、巨類のことが多い。裸のことが多く、服を着ている人魚は稀である。伝説や物語に登場する人魚の多くは、マーメイド、若い女性の人魚である。今日よく知られている人魚すなわちマーメイドの外観イメージは、16、17世紀頃のイングランド民話を起源とするものであり、それより古いケルトの伝承では、 人間と人魚の間に肉体的な外見上の違いはなかったとされている。古い絵などには二つの尾びれを持った人魚も描かれている。ヨーロッパの古い紋章の中にも、に股に分かれた微分を持つ人魚をかたどるものがある。今でも、スターバックスコーヒーの商標の中に、現代風にディファインされた形態で見ることができる。一方、日本の人魚のイメージは、蛇女房、竜女房伝説に、 ヨーロッパの人魚のイメージを重ね合わせたもので、時代により外見などは大きく異なる。中国の三海魚では人魚とは川に住む生き物で、辞書によれば飛び外れ、または三椒魚に似るとされる。今日では哺乳類の樹言の見間違いに橋を発したという話が広く流布しているが、学術的根拠があるわけではない。 学術的に検証するといくつかの疑問点が浮かび上がる。例えば、ジュゴンの生息しない海域にも人魚伝説がある。魚類学者の高島春夫は、日本人が本物のジュゴンを見たのは明治以降だが、古い時代にも人魚の目撃証言があると指摘している。また、九州大学名誉教授の内田圭太郎は、魚類の竜宮の使いが少なくとも、 日本の人魚の正体であろうとしている。不吉な象徴とされることが多く、大抵の文学作品では、人魚は最後まで幸せなままでいることはない。アンデルセンの童話、人魚姫では、人魚には、不死の魂がないのでそのままでは、人間との恋は成就しない。ただしこのアイディアは、アンデルセンの発案ではなく、フリードリヒ風家の、ウンディーネなどが先行する。 現代日本の歌詞などでも叶わぬ恋、報われない愛を象徴的に表すため人魚という文字列を使用することがある。例えば、虹色の涙、田村恵里子、十月の人魚、岡田幸子、人魚姫マーメイド、中山美穂など、ライン川にまつわる伝説、ライン川を通行する船に歌いかける美しい人魚たちの話、彼女たちの歌声を聞いたものは、 その美声に聞き惚れて、船の舵を取り損ねて、川底に沈んでしまう。詳しくは、ローレライの項を参照。文献によっては、ローレライは人魚の姿をしていないこともある。メローはアイルランドに伝わる人魚である。姿はマーメイドに似ており、女は美しいが、男はミニキーという。この人魚が出現すると嵐が起こるとされ、船乗りたちには、 恐れられていた。また、女のメロウが人間の男と結婚し、子供を産むこともあるという。その場合、子供の足には鱗があり、手の指には小さな水かきがあるとされる。航海者を美しい歌声で引きつけナンパさせるという、海の魔物で人魚としても描かれる。元はキリシア神話に登場する伝説の生物。セイレームの高三章。メルジーヌ。 つ、メルジーヌは、フランスの伝承に登場する、水の精。イルイコインタンの主人公。上半身は、人間の女性。下半身は、蛇。一説に、魚の姿をしている。文献によっては、メルジーヌの表記を採用する。レイモンドという貴族がメルジーヌを見染め、結婚する。結婚にあたって、メルジーヌは、土曜日には、自分の部屋にこもるが、 その時は姿を決して見ないことという条件を課した。メルジーヌは夫に策を授け、富をもたらした。ところが、夫は、メルジーヌが浮気しているという噂を耳にすると、つい約束を破ってしまった。彼女は入浴中で、上半身こそ人間だったが下半身は魚に変わっていた。メルジーヌは、夫のもとを去る。ノルウェー語で人魚をこう呼ぶ。ハウフル、ホフフリアは、 漁師の間では、嵐や不良の前兆とされ、見たら仲間に話さずに、日打ち石で火花を立てることで、嵐や不良を回避することができるとされる。また、人魚には予知能力があるとされ、予言を聞いたという伝説もある。ここでは、日本以外のアジアの人魚について述べる。古代中国で人の祖先とされた、一種の海生人類のこと。Y 難古巻四では、 各種の動物について、古代中国独特の進化論が解かれている。人の進化の道筋については、とある、は、穴冠無理のもとに、ハラいの右半分を書く。この一文は難解だが、人の祖先は、細胞に覆われた猿であり、以後、海人、海生人類、若歌金、忌み将成人、完成された、古代の人間諸人、普通の人間、 およそなるもの、未来の退化した人類と、進化と退化を重ねてきた、と解釈する主張もある。コウクリノと、ピョンヤンに伝わる、人魚伝説。ある時に鏡子と、偉人すという漁夫が、会場で美女。この人は、人魚ではないに誘われ、リュウグウへ行ってツイタチを遊ぶ。帰る時に、食すると、不老長寿になるという高麗人参に煮たみ上げ、これを人参ではなく、 人魚と少数るをもらった。イブカタ、リカガミことは食べずに隠しておいたが、娘のナミカン、ナンガン、がそれを食べてしまう。彼女は、類まれな、変わらぬ美貌を得たが、結婚や子宝には恵まれなかった。三百歳の時、ボタン方に上り、そのまま行方不明となった。中国の人魚、広ロシという書物によれば東海、東、シナ海に生息し、体長は、 大きい個体では5から6尺、約1.5から1.8メートル。容姿は大変美しく、髪は馬の尾のようで、鱗には細い毛がある。中国の人魚伝承では、黄根が認められていないことが多いが、海人魚は黄根は自由であり、臨海で多くのヤモメヤモメを捕らえて、池や沼で養うという。ここでは、日本、アイヌモシリ。 琉球王国含むの人魚についてもべる。日本でも人魚の存在が早くから語られている。最古の記録は619年とされており、日本初期に記述がある。引用はによる。大尉、水古天皇27年4月4日、大海の国から日の川に人のような形の生き物がいたと報告があった。同年七月、摂津国の漁夫が水路に網を仕掛けたところ、 人の子供のような生き物が取れた。魚でもなく人でもなく、何と呼ぶべきかわからなかった。また、聖徳大使が、大御国、現、滋賀県で人魚に会い、前世の悪行で人魚に姿を変えられたと聞いて、手厚く供養したという話もある。観音政治の項目三章。鎌倉時代の古今著文集などでは、日本の人魚は、人上の顔を持つ魚とされていたが、 遅くとも、江戸時代後期には、ヨーロッパ同様、人の上半身と魚の下半身を持つ姿と伝えられるようになる。西洋の文献を通して流入したマーメイドのイメージが和漢三彩伊豆や、六物神種などで紹介され、日本各地に伝播したという説がある。日本各地に伝わる人魚伝説の中には、人魚を恐ろしいものと見なすものもある。江戸時代の越中国。 現、富山県では、角を持った全長11メートルの人魚を人々が450丁もの銃で撃退としたと言われる。若狭国、現、福井県南部でも漁師が岩の上に寝ていた人魚を殺した後、その村では、海鳴りや大地震が頻発し、人魚のたたりと恐れられたという。このように人魚が恐れられたのは、中国の三海魚に登場する。 赤子のような声と足を持つ人魚の影響を受けたためと言われる。一方では、吉兆との説もあり、寿命長久や、家男よけとしても崇められたこともある。和歌山県橋本市、高野山の麓最高寺の神室カルカヤ堂には、全長約50センチメートルの人魚のミイラがあり、不老長寿や無病息災を願う、人々の信仰の対象となっている。 2009年3月、和歌山県有形民族文化財に指定される。伝説の生物が都道府県の文化財に指定されるのは、これが初。博多津に人魚が出現した際には、国家長久の随長と占われ、人魚は、竜宮寺、博多区に埋葬された。竜宮寺には、今も、人魚の骨が伝えられている。人魚は一匹と数えるのが正しい。800匹いや、 おびくには、人魚など特別なものを食べたことで長寿になったびくにで、ある。福井県小浜市と福島県藍津地方では、八っぴやくびくに、栃木県政法町マナコでは、おびくに、その他の地域では、や、おびくにと呼ばれる。高橋晴美によると、その伝説は、全国二十八都県八十九区市町村百二十一カ所に、わたって分布しており、伝承数は百六十六に及ぶ。 特に、石川、福井、埼玉、岐阜、愛知に多い、白び国とも呼ばれる。800歳まで生きたが、その姿は17から18歳のように、若々しかったと言われている。地方により、伝説の細かな部分は異なるが大筋では、以下の通りである。新潟県の佐渡島にある浜地町、現在の佐渡市に伝わる話では、八百び国はここで誕生し、 上記の通りに、人魚の肉を食べて千年の寿命を得たが、自身は年を取らないことを書いてはかなみ、二百歳を国主に譲って、諸国を巡り、最後は八百歳になった時に、若さへ渡って入場したという。また、岐阜県下呂市混ぜ中説に伝承される八百、ビックニ物語は、浦島太郎と八百ビックニが混ざった話として存在し、全国的にも稀である。 1449年、200歳とも800歳とも、いわれる美国が若さから上落したという記録が残っている。役人の日記である中原康富紀の5月26日の項に、今月20日白美国という200歳の女性が上落した。偽物として料金を取っている。白型から白美国というのだろうかと記されている。唐橋綱公狂記の6月8日の項では、 ビクニの年齢を800歳としている。ガウン日見の区の7月26日の項では、白ビクニは800ーニと同じであると返されている。金持ちからは、税に100枚、貧しい者からは、税に10枚を徴収していると記されている。ただし、この老には800ビクニ伝説を利用した芸能者だったと考えられている。 当時から八百時九二の伝説は二に,によって不況活動に利用されており、こうした伝説を利用する女性も少なくなかった一、例である。彼女は、アルキミコだったという説がある。京都府北部の丹後半島の京丹後市丹後町では、丹後町丹後城、原、野んばらに住んだ大久保家の娘が、人魚の肉を食べて八百年生きたと伝えられている。京都府北部では、栗田半島にも、 八尾び国の伝承が残されている。丹後地域にはこのほか、除福伝説、稲町や田島守伝説、網野町、木津など、不老長寿にまつわる伝承が残されている。八百び国が晩年に仕えたとされる、小浜市の神明神社の境内には、八百び国を祀る者があり、長寿を願う人々に厚く信仰されている。境内の八百姫宮には、室町時代と江戸時代、 17世紀後半に作られたとされる2体の像が祀られており、江戸時代の心臓は、神式風の衣装で、右手に願いを叶える宝珠、左手には、白玉椿の枝を持ち、目に、水晶の玉眼を施している。本来は、新旧ともに非公開であったが、2017年以降は、期間限定で、福井県立若狭歴史博物館で公開されている。 福井県大井町と京都府綾部市の境界付近に山、木、峠という地名が残っている。小浜市の八百尾国が綾部市の寺に通うために通ったと伝えられ、彼女がいつまでも若いままであることが近隣住民の評判になり、二来峠と呼ばれるに至った。江戸時代の古書、絵本さ吉しのに、何は東堀に居魚を釣りに記述がある。完成12年。 1800年、大阪西堀平野町の浜で釣り上げられたとされる、体長約三尺、約90センチメートルの海魚。道書では、人魚の一種とされるが、多くの伝承上の人魚と異なり、人間上の上半身はなく、人に似た顔を持つ魚であり、ボラに似た鱗を持ち、人間の幼児のような声を上げたという。水木茂の著書には、発魚として載っている。アイヌ民話で、 北海道の内浦湾に住むと伝えられる人魚によく似た伝説の生物。八百尾国の伝説と同様、この生物の肉を食べると長寿を保つことができるという。文献によっては、アイヌ即起を人魚の別名とする。秋田県伊川町、須崎遺跡、十三十六世紀、鎌倉室町機出土の牧書遺体の一つに人魚供養札がある。これは、 民話ではなく、出土遺物であるが、僧侶と人魚が描かれた中世における物的資料である。井戸跡から見つかり、長さ80.6センチ。魚の体に、両腕と両足が描かれ、尾びれはある。人の顔だが、髪はなく、鱗で覆われている。遺体を見る限り、僧侶より小さい体であるが、犬くらいはある。前日の古今著文集の記述とは、 形態が違い、四足動物のような外見、両生類とも半魚人とも言えぬ姿をしている。西洋的分類としては、巨人に近い面がある。国立歴史民族博物館准教授、三上義隆は、鎌倉幕府の歴史書である、あず鏡を参照の上、不吉な出来事を避けるために供養したのではないかという説を唱えた。これらの他にも、江戸時代に、 日後国で薬病の流行を予言したアマビエ、石垣島で名和の大津波を予言した残などの伝承がある。詳細はそれぞれの項目参照。パプアニューギニアのニューアイルランド島東海岸に住むナケラ族にはリーという半人半魚の生き物の伝説がある。人類学者のロア・ワーグナーは1960年代から70年代にかけてパプアニューギニアで 現地文化に関する聞き取り調査を行った。その中で、リー、リ、リと呼ばれる生き物の話を大量に採取した。リーは空気を呼吸し、人の頭部、腕、生殖器と魚の下半身、一体のヒレを持つという。イルケイ、ピシュマーイはこの動物の別名である。ヤーラは、インディオの美しい娘だったが、ヒョウに襲われて、川に逃げ込むと人魚に姿を変えた。 今もその場所で美しい歌を歌っているが、その誘惑に逆らえない者は、正気を失うという。姿形は文献により異なる。人のように2本の足を持つヤーラを描写した作家も、いる。恋人の男性と共に皆そこに消え、そのまま幸せに暮らしたというエンディングもある。ハンス・クリスチャン・アンデルセン作の物語である、人魚姫を記念して作られた、人魚姫の像は、 人魚姫の物語を演じたバレエに感銘を受けた、カールズバーグ醸造所創立者の息子の妖精で、彫刻家により1913年に制作された。そのバレエの主役を演じ、当時デンマーク王立劇場のプリマドンナであったが、モデルだったが、厳密には、真偽不明、彼女が、裸体モデルを拒否したため頭部のみのモデルとなり、エドバルドの妻が、首から、下のモデルとなっている。 アンデルセンの原作では、腰から下は魚だったはずだが、この人魚像は足首のあたりまで人間で、そこから先が魚のひれになっている。神谷敏夫によると、作者は可憐な姫を魚体にすることを不憫に思って、人の足に近い造形にしたとのこと。コッペンハーゲンの港に設置されている。1970年、大分市の水族館にこの像のレプリカ到着。 デンマーク国外としては世界初。現在では大阪港、名古屋港、愛知県安城市のデンパークなどにもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。